宮田光樹は日本のアナウンサー。東京都出身。東京都渋谷区の出身で、聖火が明治神宮外苑に近かったことから、外苑の木々のようにまっすぐに伸びよとの願いを込めて、当時と名付けられた。太平洋戦争中に群馬県高崎市への疎開を経験。終戦後に東京都中野区へ転居した。国学院高等学校の十二期生で、 国学院大学を卒業後の1964年にアナウンサーとして日本放送に入社。同期入社の社員に亀安アンコの愛称で知られた亀渕昭信や斉藤康博がいる。日本放送ではプロ野球や競馬などスポーツ中継の実況を主に担当。その一方で初期のオールナイト日本土曜日で高崎一郎が降板した後のパーソナリティを一度だけ 勤めたことがある。2001年に日本放送を退社したことを機にフリーアナウンサーへ転身。転身の直後から2011年頃まではオフィスカノンに所属していた。フリーアナウンサーへ転身してからもスポーツアナウンサーとして日本放送と契約しているほか他局でもスポーツ実況を担当している。70歳を超えた2011年以降も実況を続けていることから 放送界の怪物と呼ばれている。プロ野球中継では、1990年の日本シリーズ、1996年7月21日のオールスターゲーム第2戦、2009年9月4日の読売ジャイアンツ対東京ヤクルトスワローズ戦、2021年5月28日の西部対阪神タイガース戦などを実況。1969年10月10日には、 巨人対中日ドラゴンズ戦で、報道素材向けの実況を急遽任された末に、巨人の先発投手、金田正一が一軍公式戦、通算400勝を達成した瞬間を伝えた。1985年10月16日のヤクルト対阪神戦では、阪神が延長10回引き分けながら、球団史上21年振りのセントラルリーグ優勝を決めたことを受けて、試合後に、 阪神監督、吉田義尾への代表インタビューを担当している。日本放送への入社当初は、巨人戦の中継を担当していたが、西武ライオンズが創設された1979年以降は、西武戦を含むパシフィックリーグの公式戦を主に実況。西武の本拠地球上の近くに住んでいることから、西武戦の中継で実況することが多い。 2009年7月2日の西部対シバロッテマリーンズ戦では試合の途中に実況を荒井川雄二から急遽引き継ぐと試合終了まで担当した。試合が長引くにつれて西部ドームから遠く離れた地域に住んでいる荒井川がドーム界隈を走る西部鉄道の最終電車で帰宅できない恐れが生じたことによる。現に試合時間は5時間42分で 当時のパリーグ公式戦における試合時間の最長記録であった。その一方で、日本放送アナウンサー時代の1983年に公開されたプロ野球を10倍楽しく見る方法では、チンプレイ・コープレーなどのシーンで実況に声を当てている。ありがとうございます。